こんにちは。まあ時間がねないっていうのはよく言われることですけども、時間がないくせに時間を浪費する人は後を絶たないわけですよ。なんかそういう人の時間くれよとか思っちゃいますよね。やっぱね、1分1秒って言いますけども、その1分1秒が人生をこう作り上げてるというよりも人生から奪われ続けてるわけなんですよね。もう振り返ってみると、やらなくてはよかったみたいなことはね、山ほどあったりとか、やっぱ人のことを見るとね、やっぱもったいないなと思うんで、あんまり見ないようにしてるんですけども、それにしてもね、なんでこうなっちゃったのかなとかね、なるべくしてなってるんだろうなとかね、さまざま感じるところがありますね。で、なんかこういろいろと考えてみると、生み出したものが多ければ多いほど時間の貴重さっていうのに気づけるのかなと思うんですよね。生み出したものがなければ多分感じれないんでしょうね、これがね。まあ、というのが、何かを生み出すときに、時間ってかかってるわけじゃないですか。その時間と比べてみて、なんかたくさんの時間かけたのにこんだけのものしかなかったっていう風なものが残っちゃうわけなんですよね。で、同じ時間かけても大きなものができたりとか、大切な人を守れたりとかね、するわけなんですけども、まあ、その時間をかけても守れないものができちゃうと、まあ、これはちょっとね、こう暗い気持ちになるかなってことですよね。まあ多分吉田さんぐらいにしかね、これ分かんないし言わないと思うんですよ、こういうことはね。こうやって見させていただいて、やっぱり同じポイントを捉えてるなと思うし、まあ逆に時間の大切さに気づける人っていうのは本当になんかいなくって、永遠にこう話が合わないのかなとかね、いうところなんでしょうね。まあ、かくいう私も随分ともったいない時間を過ごしてきたんで、まあさらに思うわけなんですよね。時は有限であるというかね、もうだから1ヶ月とか1年って当たり前だけど戻んないじゃないですか。でもその1ヶ月とか1年がただ過ぎてしまう、経過時間を持っちゃうっていうことがね、まあ恐怖でしかないですよね。まあいずれにしても、そのうちその何も生み出せない時っていうのは来るわけですよ。何も生み出せない時が来たら、その後ずっと生み出せないというね、怖いですよね。なんかこの自分の自由や行動を塞がれる時とか、自分のこう体が動かないとかね、急になんかこうやる気がなくなってそのまま戻らないみたいなこともあるみたいなんで、なんかね、恐ろしいですよね。自分の意思とは関係なく急になんかこうストーンと落ちるようにうつ病になるみたいなんで、でしかも防御策がないというね、これはなんかやっぱ生きてるうちというか、生きるっていうのは人生として生きる、生命として生きるんじゃなくて、もう意識が生きてるうちにってことですよね。だからなんかこう休み出したらもう本当にね、休む方に行っちゃうんですよね、きっとね。一歩たりとも歩みをとどめることなくぶち進んでいかないと、もう足を止めたら終わりですよね。ウサギとカメじゃないですけども、ウサギのつもりで昼寝したらずっと昼寝で、カメにすら抜かれてるみたいなことになったりとかね、もう鷹には絶対追いつけなくなっちゃう、そんなことじゃないかなと思うんですよ。まあ、ウサギと亀につきましてはちょっとね、またね、面白い話があの後実はあるんですけどね、それはまた次の時にしましょう。10時40分だろう。いや、本当にね、映画って面白いもんですね。今日9月になったでしょ。9月、8月までに、だから大したことできてねえなみたいな。結局ね、積み上がった読まずの本がかなりあって、だからこの本も昨日読んでいたら、それだけ知識とか経験がプラスされた状態で今日を迎えられたわけなんですよね。まあだからといって別に本読んで何もかもが良くなるってもんではないんでね、あまり肯定しすぎるのも良くないんですけども、周りの人と過ごすことも大事ですけどね。まあでも本当に言えるのは、その周りの人と過ごすことは大事なんだけども、そのどこの誰か分かんない人との時間をみんなでなんかね、大切にしてるんじゃないかなってことですよね。だから私ね、気づいてみたら、その無料のコミュニティ全く入ってないんですよね。有料のコミュニティに入っていて、有料のコミュニティはやっぱお金も払ってるし、お金が払える人しか入ってないから、やっぱそっからの情報っていうのを受け取るわけですよ。だからそういうつもりで、この結局速稼塾っていうのもね、お金を払った分だけの価値を受け取りたいっていう人だけは残ったのかなと思いますんで、今ね、すごくレスポンスっていうのが一時期に比べてだいぶ減ったんですけども、その代わりものすごいいいキャッチボールできてますね。もう言わずもがなみたいな感じで、なんかこう周りの人を5人足して5で割ったら自分の平均年収になるみたいなね、言い方しましたけど、あれ年収だけじゃなくて時間とか意識とか
その他のさまざまなことがそれで言えるのかなとかね、思っちゃったりするんですけども、そうなると多分ね、本当になんか無意味な人と関わって5人とか作っちゃうと、とんでもないことになるなと思っちゃいますね。まあ、あの仮説が合ってるのかどうか分かりませんけど、ネットワークビジネスとかでよくあるじゃないですか。周りの人の5人の年収をちょっと考えてみてください。300万、300万、200万、100万。でしょ？それ5で割ったらあなたの年収ですよ。それでいいんですか？でも、お金持ちと関わると、あなたも割る5でお金持ちの年収に近づいていきますとか言うんでね。だから、お金持ちの情報をなんか掴んでいきましょうとか言っても、その情報発信者が金持ちかどうかは全く分かんないですよね。まあ、そいつらが一番金がないみたいな現象が起きるんですけども。あ、コーディング終わった。じゃあまた、よろしくお願いします。